私は広島で普段仕事をしてまして、まあ、住んでもいるんですけども、その社員旅行でハワイに来た時に広島の寿司屋さんがあるよということを知り合いから紹介をされて、そして与平寿司、カリヒの与平寿司に行ったことがきっかけです。すごく美味しくて、で大将たちと意気投合して、それ家族ぐるみの付き合いになったということですよね。ハワイに行くたびにいつも与平寿司に足を運んできたんですけど、数年経ってその小原の大将がもう70になって年だし、もう店を閉めようと、畳もうと思うということを言われた時に、いやもうこの、その日系の方々がたくさんいらっしゃってて、で観光客もいなくて、そしてその地元のローカルの方々に愛されているこの店をもう閉めるのは大将もったいないと、で僕は寿司も握れないけども、もしよかったら継がしてくれるっていうことで、寿司職人を連れてきたら継がしてもらえるということだったので、広島から職人を探してきて引き継いだっていうのが、まあ、経緯になります。私たちの本業は広島マツダといって、自動車のディーラーをやってるんですけども、まあ、それ以外でもその挑戦する気概みたいなのがうちの会社の中にあって、多角化を進めてるんですよ。でそれは自動車業以外のことでも、もちろんホテル業とか観光業とか飲食とかもする中で、広島だけじゃなくて海外にっていうような、そういう気概もあったの で、たまたまそういう人の出会いで与平寿司さんと出会ったっていうだけだったので、その絶対に寿司屋をやらなければならないってことでもなかったし、ハワイで車をやらなければならないってことでもなく、小原大将との出会いということで、まあ、続いてきた、つながってきたということですよね。広島もご承知の通り、原爆が投下されて、そして何もない廃墟になった時期がありました。でそこから人々のこう帰ってきた強さで、まあ、家が建って町がなって、で何十年か経って今の美しい町並みができたんですよね。私たちの会社も広島で何もないところから、やっぱり町が発展するたびに車をこう収めて、その車によってどんどんとこう町が発展してきて、今の広島さが出来上がったという、広島への感謝の気持ちっていうのがあります。で翻ってハワイもその日系の移民の方がすごく多いし、特に広島からハワイに渡られた方っていうのは多いっていうふうに聞いてます。で彼らの気持ちを察するにも、やっぱり何もないところからやっぱり海を越えてね、もう人生かけてハワイにその渡ってね、でそして何年か経って今のハワイを作り上げてきた、日常になったということも含めて、広島の原爆からの悲しい過去からのその復興、そしてハワイの日系民からのそのご苦労というか、苦労の上での開拓、それが広島とハワイっていうのはやっぱりピタッとね、私の中では重なりました。やはり何よりもまずはその苦労を乗り越えて、挑戦をしてここまで、作り上げてこられた私たちの祖先、日系移民の方々への敬意の気持ち、これがまずあります。そして、それを受け入れていただいたハワイの地元の方々、まあ、それによっていろんなその日本の文化もハワイにこう入ってきたりとかしてるっていう、そういうその感謝の気持ちっていうのもあります。そして最後にはそのハワイの現地のものとか日本のものとか、今私たちができる最高の和食、最高の寿司を用意したつもりです。こういったものが新しいハワイの文化になって、次の世代の、まあ、恩返しといっては何なんですけども、そういったものにつながっていけばなというふうに思ってます。
はい、コンセプトの方ですね、今回ハワイの方で店舗をやらせてもらえるということで、ハワイの現地食材をまず第一に使いたいということ、その次にですね、日本から新鮮な魚が入ってきますので、そちらの方も活用していき、双方融合してですね、新たな料理を皆様に提供できればいいなと思ってメニューの方を作らせていただきました。もちろんハワイの方に驚きと感動を与えたいという気持ちとともにですね、皆様に五感で感じていただけるようなお料理を提供し、あの食事だけでなくてですね、見た目や香りやその他楽しんでいただければと思っております。ヨヘイ寿司カリヒ店、こちらもすでに30数年ハワイの方々に愛していただいているお店となっております。同じように私たちこちらのカハラ店もカハラ地区の人々だけではなく、ハワイに住まれている全体の人々から愛していただきたいと思っております。ヨヘイ寿司カハラ店でしか体験できない驚きの時間を味わいに来てください。よろしくお願いいたします。